はい、流進法でございます。前回ですね、田中克樹さんの、インターネットラジオを聞いたって話をねしたんですけれども、本当にね、ちょっと僕も聞いて久しぶりに聞くと、あ、この感覚だなみたいな、その当時のね、もう10年前とか15年ぐらい前に、もう田中克樹先生のデジオンに関してはもう全話聞いてますから、全話聞いて、でもう一回好きなとこからまた2回目聞こうみたいなね、そんぐらい聞いてたりするんですけど、ラジオってこういう感覚だったなみたいなのを久しぶりに思い出したっていうようなのをね思いましたね。何を言いたいかっていうとね、僕やっぱどうしてもね、喋ってるとこう意味のあることを喋ろうとしてしまうんですよ。なんかだから要は聞いてる人からするとね、で何が言いたいのっていうねところの、その何が言いたいのっていうところをまとめようとしちゃうところがあって、なんか今日はこういう話しますよとかね、今日はこういう話でしたみたいなことであったりとか、こう聞いてて得するというかね、何にもならないような話はしたくないみたいな思いがどっかに出ちゃって、まあ、意味のある話をしてしまうんですよ。で対して田中克樹先生のデジを聞くと、本当にこう意味のない話が結構いっぱいあって、で、あ、このね、その生産性のなさというか、これいい意味でですよ、その何かのためになるというか、利益になるためにやってるラジオではなくて、本当にその本人が楽しくおしゃべりをする場所っていうのかな、そういう場所作りをしているっていうところが本当にね素晴らしいなと思うんですけども、まあかなりね、その誤解を恐れずに言うと、結構意味がない話が多かったりするんですけど、それがすごい安心するというかね、ほっこりするというか、でね、最近ね、思うのは、田中克樹先生のね、話すスピードがね、やっぱりね、ちょうどいいんですよ。ちょうどよくって。でね、僕ちょっと早口すぎるんですよね。ちょっと早口すぎちゃって、まあ、今更ね、帰ろって言われても、ちょっともう僕も、それも難しいんですけど、聞きやすいんですよ、田中克樹先生の話は。聞きやすいっていうのが、テンポがね、こうちょうどいいゆっくりさというのかな、ちょうどいいゆっくりさで、こう聞いてる方もね、焦らずに聞けるんですよ。ゆったりゆっくり聞けるんですよね。だやっぱこれはね、性格ですね。ほんと性格かなと思うんだけど、僕もね、ああいう風にちょっとゆっくり喋ったり、まあ話術的なことですよね。話術として、こう、なんていうのかな、相手が聞きやすいペースでね、喋るっていうね、そういうところ、テクニックも磨きたいなっていうことをですね、改めて思いました。でね、本当にね、おしゃべりって面白いなと思うのが、こう、話してるうちにね、どん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 こう、枝葉が分かれていくじゃないですか、お話って。ね、さっきの前回の僕の話で言うと、最初ゴールデンウィークの話して、次にデジオの話して、田中克樹先生の話をしてみたいなね、で物を作るとはどういうことかみたいな話してみたいな、そういう感じでこうお話、おしゃべりって枝葉がこう分かれていくんですよ。で根っこがあって、あ、今日さ、そういえば今日こういう話しようと思ってたんだみたいなところが根っこですよね。その骨組みの部分であって、でだん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 枝葉が分かれていくんだけれども、結構ね、その話してるうちに、あれ何話してたんだっけみたいなね、ことが分かんなくなるような話って結構世の中多いんだけれども、ことね、ことデジオに関しては、もうそういう、その何の得にもならないし、何の話 してるのかが、パーソナリティがね、
DJ の方が何話したいのか分かんなくなってるぐらいの放送の方が結構面白かったりするんですよね、話の内容としては。で、本当何の役にも立たないようなあの話でいいっていうかね、その自然体でいいんですよ。要するに自然体でよくて、そのカッコつけはダメなんですよ。本来のデジオドっていうのがあるとしたらね、カッコつけダメで、で、カッコつけない状態の中でその人っぽさというかね、その人なりの個性みたいなのとか、その性格とか人柄とかが現れるようなあの内容のものがやっぱりいいデジオだと思うんですよね。で、僕自身も一時期そのリスナー側の人間というかね、すごいたくさんこう聞いている時間、人の話を聞いている時間が長い時もあって、もうそれこそ何十チャンネルも聞いててね、ちょっと耳からこう海が出てくるんじゃないかみたいな感じで、ずっと誰かの話をずっと聞いてるみたいな時期があったんですけど、やっぱね、聞いてて面白いのはね、かっこつけない人の話が面白いんですよね。そう、変にかっこつけないで、その人の人柄が出てるようなね。で、結構ね、デジオのね、パーソナリティやりたい人っておしゃべりが下手くそで、おしゃべりが苦手だから、おしゃべりが上手くなりたいっていう気持ちでデジをやっていられる方結構多いんですよ。だから、その根本的におしゃべりが上手くない、下手くそっていうね状態の中で、それでも喋るっていう、その上手くなりたいって気持ちが出ているところが面白いじゃないですか。こう絞り出しているようなね、雑巾の水がもう絞っても絞っても出てこない状態なのに、最後ずっとまた絞り続けるみたいなところで言葉をね、ひねり出しているみたいなところが面白かったりするんですよ、非常にね。まあそういう感覚というかね、そういうのを結構思い出しましたね。救急車が来た。まあそういうね、今ちょっと救急車が来たんで避けましたけれどもね、まだ鳴ってるね。大丈夫かな、ね、こんなゴールデンウィーク中にね、大事に至らないあれだといいですけどね、事故か病気か分かんないですけど、うん、まあなんか、うん、ちょっと救急車来ちゃったのでね、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。失礼します。